探したぞ。ケンシロウか。ここへ何をしに来た。ユリアを返せ。ユリアだと？忘れたのかケンシロウ、あの日のことを。お前の婚約者は俺のものになったんだよ。忘れたとは言わせんぞ。お前が俺に無様に切り刻まれ、血と涙を流しながら地面に這いつくばったあの日だ。お前は剣で俺に勝つこともできず、愛する女を守ることもできなかった。全ては甘ったれたお前の考えが招いた結果だ。その胸に傷を負った程度で死なずに済んだ理由を忘れたのか。お前を殺そうとする俺をユリアが止めたからだろう。俺に一生ついていきますと泣き叫びながらな。女に守られ生き延びた惨めな男よ。今なら見逃してやる。あの日地獄へ落ちたも同然の奴への最後の情けだ。言いたいことはそれだけか。何？俺は貴様に会うために地獄の底から這い戻った。もう一度俺に負けるために来たのか、バカな男だ。少しはやるようになったようだな。だが俺の本気の剣はお前には見切れん。今度こそ殺してやる。お前など俺の敵ではない。ユリアはどこにいる？俺はユリアの笑顔が見たくて全力で駆け抜けた。軍団を集め
町を作り、何も不自由がない生活をユリアに与えた。だが俺は最後までユリアの心をつかむことができなかった。ユリアの中にはいつでもお前がいたからだ。だがユリアはもうこの世にいない。何？俺が欲しかったのは力でもマッチでもないユリアだ！俺とお前の戦いは永久に決着がつかないんだ。さらばだ、ケンシロウ。1990X 年、世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。しかしよ、本当にこんなとこにガソリンあんのかよ。ここらは昔工場だったらしい。もしかしたら隠し持ってるやつがいるんじゃねえかと思って来たんだが。この村すんげえ廃れっぷりだぞ。死にかけのジジイとガキばっかりじゃねえか。くそ、どっかにガソリン落ちてねえのか。この町の人間一人ずつ締め上げて吐かせるか。何か知ってる人間もいるだろう。お、いいじゃねえか。ちょうどイライラしてたんだよ。へへへへ。おい。ああ。なんだてめえは。一つ聞きたいことがある。ユリアという名の女を知っているか。はあ、何言ってんだこいつ。はあ、なこと俺らが知るかよ。ならば用はない。てめえ、ただで帰れると思ってんのかよ。俺に関わるな、死ぬぞ。おい、ぶっ殺しちまおうぜ。あれ死ねお前はもう死んでいる。何てんだ。なんだこれは。やめろ。
どうぞ。私の名前はルカ。この人は私のおじいちゃん。お兄さんの名前は何て言うの？ケンシロウだ。ケンシロウさん、よろしくね。ルカ、水をありがとう。生き返った。ありがとうは私もだよ。あなたがあいつらを倒してくれなかったら、私たちが殺されていたかもしれないもの。そのお水は私とおじいちゃんからの感謝の気持ちだよ。この町はもともと自動車産業で栄えた場所での、地下にガソリンや軽油といった燃料の倉庫があったおかげで核戦争の難から逃れたのだがな、缶詰や水といった食料が不足しておっての、村にいた動ける男衆たちは皆食料を求めて町の外に出て行ったのだ。町に残っているのは、外に出て行けないわしのような年寄りや幼子ばかり。それを知ってか、燃料を狙いにやってくる野党が後を絶たんのじゃ。さっきあんたが倒した奴らもその類じゃろうが、そんな者どもの目を欺くため、日頃地下で息を潜め暮らしておる。そうだったのか。それで廃墟のように。物資を携えてこの村に帰ってきた人間は数えるほどしかおらん。ルカの両親も1年前に村を出たきり、この町の燃料が尽きた時、わしらの命も終わるというわけじゃ。ケンシロウさんはどうしてこの町に来たの？俺は人を探している。俺の婚約者で何よりも大切な存在だった。一度は死んだと思っていた。だが彼女が何者かに命を助けられて生きているという話を耳にした。生きていたの？ああ、その話がどこまで本当なのかはわからない。もしかすると別人の話なのかもしれない。だが彼女が本当に死んだという証拠を得るまで俺は諦めない。ユリアを探し出す。それが今の俺の生きる意味だ。ユリア、おじいちゃん、もしかして。あんたの探しとる人はユリアという名前なのか？そうだ。こんなこともあるんじゃな。人の縁というものは全く不思議なものじゃ。少し前のことじゃ、旅の一団が休める場所を貸してほしいと申し出てきた。主人が大きな傷を負っているようでな、重傷のようだった。従者たちがそれは慎重に扱っておったのを覚えておるよ。彼らはすぐこの町を出立したんじゃが、従者たちは主人のことをユリア様と呼んでおった。それは本当か？ああ、間違いない。私も覚えてるよ。顔はちょっとしか見えなかったけど、すごく綺麗な人だった。ユリア、彼らがどこに向かったか知っているか？奇跡の町に向かうと言っておった。奇跡の町？水も食べ物も燃料もいっぱいある。奇跡みたいな町があるんだって。その町は聖女って呼ばれてる人が治めてて、町に来た人の願いを何でも叶えてくれるらしいよ。そんな町があるのか？
この町から遠く北の位置にあると言われておるが、本当にあるかどうかはわからん。苦しい現実から目を背けるために作り上げられた偽りの町かもしれん。じゃが彼らは主人の命を助けるため、一縷の望みをかけて奇跡の町へ向かったようじゃ。世話になったな。奇跡の町に向かうの？ああ、ユリアを必ず探し出す。あんた北斗神拳の使い手じゃな。肉体の経絡飛行に衝撃を与え、内部の破壊を極意とする一撃必殺の暗殺拳、北斗神拳。あんたが野党を倒したあの技、間違いなかろう。まさか生きている間にこの目で見ることができるとはな。北斗現れるところに乱ありと聞く。あんたの無事を願っているよ。次郎さん。ルカ、もしお前が奇跡の町に行ったら何を望むんだ？そうね、リンゴ、一度でいいからお腹いっぱい食べてみたいな。そうか。